はい、こんにちは。アジアン ST チャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。アジアン ST 言語聴覚士渡辺です。今回は、私の息子が3歳だった時の、発音練習の動画を、上げてみました。実は私の息子は、513g っていう超未熟児の状態で生まれてきました。それで体とか言葉の発達の方も、他の子よりも遅れていて、言葉がすごく出てくるようになったのが2歳8ヶ月ぐらいからでした。で、まあ、言葉が出てからも発音の誤りとか、単語の中の音をこう入れ替えてしまう誤りとか、まあ、そういったものが結構頻回に見られていたので、私もちょっと心配になって、言葉の練習をやることが、まあ、よくありました。で、まあ、その時の、そうですね、言葉の練習の様子を挙げたんですけども、まあ、練習といってもそんなに、まあ、実際にやる言葉の訓練のように体系立ててカチッとした形ではやっていなくて、まあ、遊びのような感じでやったものなので、まあ、参考程度に見ていただければなと思います。はい、それではどうぞご覧ください。何歳ですか？3歳。じゃあね、ヒアル、はい、今からお父さんが言ったことを真似して言ってみてね。いくよ。パイナップル、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 パイナップル。はい、じゃあ今度はあーらら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 、あーらららららら、はい、いいよ。じゃあね、今度はられ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 、はい、いいよ。じゃあ今度はね、今度はね、いてて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 、いてて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 、いてて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 、いてててて、なんね、真似してみて。じゃあヒアル、今度はね、あがが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 、そうそう、あがが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 が、あがががががが、はい、いいよ。はい、じゃあ今度は豆豆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 、はい、いいよ。はい、パパママパパママパパママ、はい、ママパパママパパママ、お、上手だね、ヒアルね。はい、じゃあ今度はね、またか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 、はい、まさか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 、はい、いいよ。はい、じゃあヒアル、今度はね、あれにしよっか、隣の客はよくかき食う客だ。ははは、はい。はい、はい、かき食うけなおうち。あれあれ、なんか違うんじゃないの、ヒアル。違わねえか、違わねえか。はい、はい、ありがとう。終わりです。終わりです。はい。もう一回いくよ。ポコプリン。ポコリン。あれおかしいな。この、これは、ポコプリンが来るって言ってるよ、こっち。もう一回言ってみて。ポコプリン。ポコプリン。ポコプリン。お、言えてきたね。はい。